ました。はい。じゃあ、戻ってまいりましたっていうことで。戻ってまいって、うたろうさんに読め読めって言ってる話だね。はいはい。で、頑張って今読んでます。いろいろな漫画。で、ね、5年やってきて、うん。今まで読まなかったような漫画ばっかり読んできたから、今までその、ていうか、そもそも今までが漫画をほとんど読んでなかったので、どんなものがあるのかっていうことをまず全然知らない状態で、まあ、本当に一般的な知識っていうか、少年漫画があって、少女漫画があって、青年漫画があって、みたいなことは分かってるけど、その中にどういうその、なんだろう、ジャンルというか、まあ、あと方向性だよね、の作品があるのかみたいなことはもうよく分からない状態だったので、この、まあ、漫画語りでいろんな作品に実際に触れて、なので、まあ、勉強してる最中というような感じですね。あのさ、ほら、宇太郎さんの好きな、岡田氏がさ、はいはい。一区切り、ほら、3年だよみたいな話があるじゃないですか。はい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 。それは、なんかどのジャンルでも。はいはい。例えば映画だったら、うん、SF だったらみたいなやつで、とりあえず区切りで3年で、もう片っ端から行けよみたいな話するじゃん、彼。はいはいはい。実際、ツイッター漫画語り5年やって、はい、どうすか？なんか漫画っていうものがこう見えてきた感というか。ジャンルはすごく広く読むようになったんで、今まで、なんだろうな、自分は絶対面白いと思わないだろうと思うようなジャンルだったり、雰囲気のものが楽しめるようになったのはあると思いますね。だからまあ、レコポチさんが本当にそのなんていうか資格がないというか、どういう雑食性漫画よね。そうそうそう、どんな漫画も基本肯定的に読んでる人だったの で、うん、でそういう人と一緒にやってたからっていうのも余計あると思うんですけど、どうしてもやっぱりこう漫画って本当にジャンルがいろんなジャンルがあるので、どうしてもその先入観というか、ジャケ買いするみたいな話もそうですけど、絵柄で、あ、こういうのはちょっと自分読もうと思わないな、みたいなことを、やっぱ自分も思ってた作品、作風のものってたくさんあるんですけど、そういうのが、レコポチさんからは全然出てこなくて、これも大丈夫、あれも読んだことあって、これも面白いっていうような話で、おすすめをしていただいてるので、常に。少女漫画とかに対してもそうだし、青年漫画のちょっとグロテスクなものが入ってくるようなものもそうだし、なんだろうな、まあ週刊誌系のこうすごく一般的な作品にも触れてるしっていう意味で言うと、そういう意味ではだから自分も漫画読むときに資格がなくなったというか、そのなんだろう。自分の場合はですね、中学の1年からギターを弾いてて、割と今も弾いてるので、音楽の方に関しては、まあ、いろいろ聴いてる。で、音楽に対しても同じような、自分は感想を持ってて、音楽もジャンルでいろんなジャンルがあるんですけど、それぞれにやっぱり音楽っていう共通のものである以上は、やっぱり楽しみどころがあるっていうふうに、思っているので、漫画もそれと同じように、やっぱりその漫画というジャンルが面白いんであって、その少女漫画が面白いとか、その青年漫画が面白い、それぞれが面白いっていうよりは、漫画っていうものであれば、ある程度その楽しみ方というか楽しみどころみたいなものは、やっぱりどっかしらにはある。それは漫画っていう体を取っていればこそ、その、あるっていう、まあ、さっきネコポツさんが言ってたことはすごくその、今まで漫画語りいろんな作品をやってきて感じたところではあるんですよ。そうだよね。そもそもジャンルとしての漫画が面白くなかったらできないよね、5年も。もうできないし、やろうと思わないじゃないですか。やっぱりその漫画語りっていう形にするし、うんうん、あと漫画ってもっと読まなきゃいけない、読みたいなっていう思うその動機づけになってる、まあなんだろうな、今までその、少ないながらも読んできた漫画たちの面白さであったりとか、あとはその、まあ、周りのそのオタクの友達たち、あとはおじさまのオタクの方々がこう、熱っぽく語っている漫画であったりとか、そのオタク文化みたいなものにもやっぱりすごくこう、うん、なんだろうな、憧れというかいいな、これちゃんとその、知っておきたいなというような気持ちを感じるようなものがあったので、
そういう意味では、あの、ツイッター漫画語りのおかげで、あんまりその、こういう漫画がダメ、ああいう漫画がダメっていうのは、基本的にはなくなったんですけど、ただ、やっぱり、語って面白いかどうかとか、ここで取り上げて面白いかどうかっていう話がいつも付きまとうので。それはいつも打ち合わせの時にしてますからね。はい。その、打ち合わせの段階でそういう話が出てしまうと、漫画としては良くても、これをみんなで語って面白い感じになるかっていうのとはまた別ベクトルなんで、というのでどうしてもなんていうか、まあツイッター漫画語りからは切ってしまう作品っていうのはあるんですけど、でもやっぱりそういう作品も読めば読んで面白いというか、その楽しめるよなっていうのは感じてますけどね。まあまあ、だからそこをね、こうこぼすんじゃなくて拾い上げようっていうのが漫画でビビリオバトルなんてするから。はい。あとはまあこういうね、うん、あの、そうそうそう。場所で取り上げて面白いんですよっていう話をしたりできるといいよなと。うん。今後ありだよねっていう。思ってますんで、はい。そんな感じですからね。今多分2つの話、方向性があって、1つは、この遅くに漫画に目覚めたっていうことで、これ読まなきゃいけないっていう、要は古典的なものであるとか抑えとかなきゃいけないものっていうことを抑えようとして、それを追いかけてるっていう線が一本と、あともう一つは漫画語りを始めたことによって、はい、特にまあ猫ポチさんの影響でこの雑食性の習慣が身につき始めた、うん、っていうところでしょうかね。はい、割となんかその周りの声とか影響とか受けながら、まあ、読むものをこう一生懸命追いかけてるって感じですよね。そうですね、はい、あんまりなんか宇太郎さんが新規開拓するきっかけとかってあったりします？あ、自分から行くものとしてはそうだな、やっぱり知り合いとかが勧めてくれるみたいなのが一番大きいかなと思いますね。あの、やっぱり周りの、はい、オタクの友達がやっぱり多いので、そういうその人たちがこれがいいって推してくる作品はまあ大体すごくいいので、まあそれもなんというか、やっぱオタクの人って読んでる数がまず全然違うので、ガンガンそういうのが出てきて、それを読むだけでも大変だしっていう中で、その中でだって選ぶ基準がやっぱり宇太郎さんにもあるわけじゃん。ああ、まあそうか。うん。それはなんかどこなの？いっぱいほらおすすめされても全部は物理的に読めない。読めない。うん。うん。あのね、そうだな。何がっていうと、あの、自分の中の、なんだろうな、オタクになるきっかけというか、そういうものの初期の一番最初は多分エヴァンゲリオンなんですよ。95年ですか。はい。小学校の2年とか3年ぐらい、多分2年生かな。で、見てる。いや、もっと前。あ、再放送。1年ぐらいかな。再放送。うん、多分。再放送だったらもっと。夕方の時間やってたやつ。ごめん。多分ね、局で、新潟のテレビはわからない。あのね、東京に住んでたね、その頃。あ、そうなの。じゃあ、水曜の夕方で。6時とか、うん、6時半とか、うん。それぐらいですね。うん。やってた、その東京12でやってたやつ。あ、本放送ですよ、うん、を見てるんですよ、うん、で、それが最初になってるんで、やっぱりそれの系譜というか、まあ、SF 的なもんであったりとか、あとあのすごく特撮が好きなので、ウルトラマンとか仮面ライダー、しかも昭和のやつがすごく好きなので、そういうなんか SF 的なテイストだったりとか、あとはまあそれヒーローみたいなものであったりとか、あとは何でしょうね。まあ、エヴァンゲリオンから来るちょっとこう、難しめな、匂いをこう、醸し出してるような作品とかはどうしてもビビッと来るので、読みたいなと思って読んでしまうっていうのはありますけどね。あと、萌えですか？萌え文化のものを通ってるやつは、未だにやっぱりちょっと気になって、チェックしようとする傾向にはありますね。ただそれ以上に今やっぱり周りで読まないといけない作品というか、その自分の中で課題になってる図書がたくさんあるので、それを読んでいくだけで大変。俺その義務感をさ、覚えさせられたことはないんだけど、漫画から。うん、うん、いや義務感があったら大変だなって思うよ俺は。うん、俺は本当になんかただ面白くて漫画読んでる人だから。あの、いやでも読んだら面白いんだから読めばいいって話なんですよ、うん、その、あ、で今まで、なんだろうな、今まで他に面白いことがあったわけじゃない
のが自分だったので、そのなんだろうな、だから小学校の時とか中学校の時とかに漫画以上になんか面白いことがあって、それをしてたから漫画が読めなかったわけじゃないっていうのが自分の中にすごくあるので、あ、じゃあ漫画読んでりゃいいじゃんっていうのが自分の中にすごくあって、あの他に漫画以上に面白いことがなんかあるんであればそれをやりゃいい話なんですけど、そのだから同じ軸上でっていうことだよね。そうです。例えば音楽があって漫画があっては別次元にあるから両方楽しめるっていうことだね。そうです、そうです、はい。あのまあそれはまあアニメでも何でもそうなんですけどね、うん、あのまあそんな感じで、はい、あの新しい作品だから話題作とかはやっぱり気になるんで、ちょっとはチェックしますよね、やっぱりそういう、はい、あのミーハー視点とは違う、その今オタクの人がこうこれって言ってる作品とか、世の中でこれって言われてる作品みたいなのはやっぱり気になるので、ある程度そのよく読まないまでもちょっとかじっておきたいなみたいな気持ちはあるので、うん、そんな感じ、はいはい、ここまで猫ポチさんと宇太郎さんと来て、きっと次僕が全然違う方向の話になるんですが、はい、一旦曲書きましょうか。はい、どうしよう、どうしよう、はい、本当は2曲用意してたんですけど、もう2曲目書けます。はい、はい、用意したのはですね、ビートルズのアクロス・ザ・ユニバースなんですけども、あの今日持ってきた曲全部あの天文ソングなんですね。で、はい、天文なんで天文ソング持ってきたかっていうと、あの今月のあの後で紹介しますけど、本語りが、まあ、僕らの夜明けっていう SF 漫画なんで、まあ、そこにかこつけて天文ものを持ってきたと。で今回のアクロス・ザ・ユニバースっていうのがですね、曲自体は1969年の古い曲なんですけども、これがあのちょっと面白いのが、6年前2008年ですか、2008年に NASA が北極星に向かってこの曲を発信したんですよ、で地球から北極星まで光のスピードでも400年かかるんですね。つまり400年かけてビートルズの曲が北極星まで発信された。すごいこう過去の曲なんだけども同時にこう未来を感じさせる、そういう曲なんですね。っていうのがこう、まあ、僕らの夜明けのテーマの一つが未来っていうことなんで、天文ソングと未来の交差点にあるこのアクロス・ザ・ユニバースを持ってきましたということで、じゃあお聴きください。ビートルズでアクロス・ザ・ユニバース。Like endless rain into a paper cup, they slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my opened mind, possessing and caressing me. Jackaroo.Restless wind inside a letterbox, they tumble blindly as they make their way across the universe.
ただきましたのはビートルズでアクロス・ザ・ユニバースでした。はい、はい、これあの2008年に北極星投げたっていうのがこれ NASA のちょうど50周年だったんですね。ああそうなんです、ね、そうなんです。でちなみにオープニングで空のマニマニかけたのは1906、さっきビートルズがこの曲発表したのが1969年って言ったんですけど、これアポロ11号が月面着陸した年なんですよ。あでそのちょうど40周年に当たるときに空のマニマニがアニメ化されたんですね。おっていうことでそんなことをかけてオープニングに空のマニマニの、オープニング曲であったスーパーノイジーノバを持ってきたっていう、まあ、こんないろいろ仕込んだわけですね、はい、おそういうなんかね何周年みたいなのを言われるとおおってなりますよね、はい、まあこういう細かいネタ仕込んでいくのが好きなんではい。ビートルズはいいですよね。400年かけてさ北極星に飛んでさ、例えば地球外生命体か何かがこの曲を聴いたとすると、はい、楽器と人の声のパートの区別はつかないんだろうね。あ、つかないかもしれないね、うん、あのボカロとか聴いてる感覚でもしかしたら感じるんでしょうね、うん、そうだよね。何が何やらって思うんだろうね。まあそもそもほら音を使うかどうかわかんないから、うん、もうね、面白いね、そういうことを考え出すと。そうなんです、ね、この曲ってあのリズムがすごく独特なリズムを持ってて、あの普通こういう曲をパッと渡されるとドラマーは8ビートを叩くんですよ、うん、ドンツパンツドンツパンツを叩くんですけど、ビートルズのドラマーのリンゴスターっていう人はすごく独特なドラムのパターンを考えるのがうまいドラマーで、ずーっとドン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 って低いあの太鼓を叩き続けてるんですね。これがすごくあのビートルズの、これは割とビートルズの後期の後の方の作品なんですけれど、の特徴になってて、普通の8ビートとかのあんまり使わないんですよ。あの、変なドラムパターンをわざと入れてくるっていうのがビートルズの後期の作品の、なんかその、特徴になってて、この曲なんかもすごくこうビートとしては普通に8ビートで叩いても成立するような曲なんですけど、わざとそういうこうなんだろうな、こう人間のあの心臓の鼓動がトットットットって言ってるみたいなあの雰囲気がこう曲から伝わってきていいですよね。うん、あのボーカルもあのこれは多分ジョン・レノン歌ってるんですけど、あのジョン・レノンもその後期のレコーディングで自分の声をその自分が出してる声じゃないエフェクターがかかったような声にしたいっていうのをすごくあの、まあ、レコーディングのエンジニアとやり取りをしていて、そのリバーブのかけ方だったりとか自分の発声の仕方だったりをわざとその普段歌ってる声じゃないような声を出すっていうのをなんか意識してやってる。それがなんか曲の全体のこう不思議な雰囲気っていうか、に繋がっててすごくいい曲だなと思って、改めて聴きました。ビートルズいいですよね。いや、今、打ち合わせ全くしてないで今、宇太郎さんペラペラ喋りましたからね、これ聴いてみたら。はい、いいんじゃない？いや、俺は曲後で、あ、TBLB さんの漫画アンテナ聴かなきゃっていう気でいたんだけど。はい。はい、なんかポンポン出てきて楽しいなと思って今聞いてましたけども、はい、じゃあ僕の話いきましょうか、はい、まあ猫ポチさん宇太郎さんとまあこう漫画好きとしては多分割と王道な方なんでしょうかね、お二人のその探し方読み方って。どうなんない、まあ、もはやわからない。いろいろだからね。まあ、とりあえず、多分、王道じゃないよね、はい。多分、もっと偏って読む人の方が多いと思う。うん、多分、王道としては、その、中学ぐらいから、ジャンプとかを読んでて、そのままずっと流れで読み続けるみたいな人が多いんじゃないかなと思うんですが。じゃあ、僕なんですけども、どうなんだろう。はい、とりあえず、今、話してくれた2人とは全然違うよということをまず念頭に置いて、僕がとりあえず新しい漫画を探すのに多分一番数を、頼りにしてるのはコミックレンタルなんです、圧倒的に、うんうん、で漫画語り2010年に始まって僕が参加し始めたのが第2回数学ガールの回からです、はい、そうでしたね。で2010年からもう多分あの津田りじゃないやあれをなんだツゲッターをまとめ始めて、はい、
で宇太郎さんが配信始めたのが多分2012年か13年かなんかですよね。そうですね、うん、そこら辺でその辺で津田り始めてという経緯で、まあなんかこう感化されてとりあえず数読みたくなってきたのが2012年なんですよ。はいはい、で2012年はとりあえず数読もうと目標立てて、その時は毎週20冊ずつ借りるってことをやったんですよ。毎週20冊なんで、まあなんで年間1000冊読んだんですね。その時はで、じゃあ、まあ変なし本、いわゆる、ま、本屋と違ってとりあえず価格差はないんで、コミックレンタルだと、あ、半径による値段の差じゃなくて札いくら、札いくらなんで、あのコミックレンタルっていうのは完全に、うん、そうすると、はいはい、もうとにかく自分のビビったきたものを読むっていうことを中心にやってたんですね、うんうんうん、でこの時目覚めたのが何かっていうと少女漫画なんですよ。おお、要はそれまで少女漫画ってほとんど読んでこなかったんですよ。あの漫画語りの、ああ、それ以前の取り扱いはあんまなかったもんね。漫画語りでテーマになったのは読みましたけど、それ以外に少女漫画読んだって、うん、多分フルーツバスケットとあと妹がちょいちょい持ってたのぐらいなんですよ。おお、それがこの2012年コミックレンタルを本格的に使うようになって、まあひたすら読むようになった。で多分何が気に入ったかって、これは漫画語りの中でも散々言ってますけど、僕多分人間ドラマが見たいんですよ。はいはいはい、人間が見たくて、で人間の何が見たいかって多分これだなっていう言葉が最近出てきたんですけど、多分僕人間のままならなさが読みたいんですよ。要は順調に物事進んでる、まあそういう日常系も好きなんですけど、でもそれよりもこうままならない状況現象、それは恋愛であっても冒険者であっても何でもいいんですけども、なんかそういうままならないもの状況が起きた時にそのキャラクターたちが何をするかっていうところを見たくてっていう追いかけてきたら、少女漫画がすげえ楽しいっていう風に気づいて2012年読みまくったって感じですね。っていうのが僕の中ではその漫画、僕がずっと漫画読んできた中での一番まあ大きな出来事で、それまでは正直こうつまみ食いでした。2011年まではつまみ食いプラス漫画語りのテーマになったものを読んできたっていうだけですね。で、あとその2012年に数読むようになって少女漫画と並行して、読むようになったのは4コマ漫画の雑誌を立ち読みするようになったっていうのは大きいです、すごく。あの4コマ漫画の雑誌の代表的なところはとりあえず一通りチェックするようにはなったっていうのは、なんか自分の中でも大きな変化ですね。多分それは多分日常的なものを追い求めてる、なんつうか日々が忙しいんで、そこで多分安心求めてるのかなっていうのもあったりあとは何ですか、あの4コマってなんかそれまでなんか単純なこのギャグ漫画の一つ、要は新聞漫画であるとか、はいはいはい、そういった印象でいたのが、うんうん、雑誌読んだら、あ、ストーリー4コマっていう世界があるんだって気づいたわけですね。ちょうどね、そこら辺2010年代で開いてるんだよね、ですよね、萌え文化とともに、うん、そこを多分いい時に僕は4コマ雑誌に入り始めたんだろうなっていうのは、これは最近になって気づいたことですけども、だから割と今好きで読んでるのは、ジャンルであえて区切るんだら少女漫画と4コマ漫画が2大柱で、あとはまあ少年漫画も青年漫画も別に好き嫌いはないですけども、たださっき言ったような人間ドラマを見たいっていうのはあるので、まあ、そこを基準に割と選んでますね、うんうん、っていうのは多分こういうことを考えながらまず漫画を読んだり選んだりしてるっていう時点で少数派なんじゃないかと自覚してるんでしょうけど、してるんですけど、どうでしょうか。少数派だよ、はい、それはまあ少数派だと思うけど、うん、あ、でもそのなんだろう、基本的には好みの漫画を読むのみんな、はい、だからティンフェルビーさんの方向性は割とある方向性ではあると思う、うん、あの何でしょうね、そのだから今柱が2本っていうのも、そうそうそう、まあ、人によってあれだけど、うん、それは別にあり得る形だと思う、うん、だから逆に雑色性は少ねえ、うん、それもそうだし、あと何だろうな、うん、ある種自分で自覚的に漫画を読む
聞き取って、その時点でなんていうか、何変でしょ、だって変でしょっておかしいです、うん、変でしょっておかしいけど、なんか戦略的に時間がないから絞り込まざるを得ないっていうのはあると思います。あ、まあそれはそう、うん、ああそうだな、なんかさ、このな、何が面白いのか理解できない漫画って多分あるんですよ、はいはいはい、みんなには、はいはい、それは例えばグロいの苦手だったらそらそうだよっていうのとかあるじゃん、はいはい、そうですね、そこがなんだろうな、うん、本当に自分は寛容だなって思うよ、うん、あの、そればっかりはなんかもう、なんだろう、感覚的なものだから、生理的なものっていうかね、うん、うん、だからそれを、だから理由をさ、こう細かく出していくと生理的にダメとかあるじゃん、ね、でもそれなんかホラーがじゃあ全般その人がダメなんだなってなるじゃん、例えば、うんうん、気持ち悪いものがダメだとか幽霊がダメだとか UFO がダメだとか、はいはい、でもほらフィクションじゃん。まあ言ってしまえばそう。そうそうそう、それは漫画だからね。どの媒体でも、いやだからアニメでも映画でもそうじゃん。そうだね。でなるから好みだよね。そこはもはや。うん、そう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 。うん。しかもそれが寛容で、かつその漫画であれば何でもある程度いけるという、うん。っていう方が少数派だと思う。自分の方が少ないんだろうなって思う。まあ、だって普通はだって読みたい漫画読むわけだからね。そうだから読んで快感とか楽しいを得られるものばっかり読むのが普通の多分形だよね。ね、楽しんで読むわけだからね。うん、あのまあなので変な3人が集まってはいるんですが、あのどうやったらその面白い漫画に出会えるかっていうかなみたいな話をもう少しそのなんだろうな。あの伝えられたらいいかなっていう気がしますけどね。あの要は普通に読んでる方々は多分自分の好きなものは読むから、その自分が好きと思う方向性とか多分分かってると思うんですけど、そうじゃないのに手を出すときに、そのなんだろうな、でもこういうの面白いよみたいな話。ああ、日本が恵まれてるのはね、雑誌形態かなっていう気がする。はいはい、雑誌形態。まあ雑誌一冊買うと、まあ値段あるけど、まあ行って1000円とかじゃん、漫画雑誌って。何百円から1000円までの間じゃん。で、あれ、例えばアメリカとか他の国行くと10倍だから値段が。あ、1万円単位になっちゃう。1万円単位になるっていうか逆で、紙の量が10分の1になる、値段一緒で。あ、そういうことか。雑誌の厚さが薄くなっちゃうわけだ。そうそうそう。だから、そういう、あのなんかいろんな漫画がいっぱい載ってったあの値段っていうのは日本にしかないんですよ、文化として。ああ、そうなんだ。だから、雑誌っていうのは、その、なんだろうな。まあ、新規開拓するにしても、非常にお手軽にお安くっていうのは、でもコミックレンタルっていう文化も日本にしかないし、あるよ、図書館って。当然、どの国にも、うん。でも、それだけのなんか、量を揃えてるところって、日本以外には多分存在しないんで。海外の図書館にも漫画ってあんのかね？あるある。あるんだ。あるにはある。うん。海外旅行してる人が、日本の漫画でこんなの翻訳されてるのがあるよっていう写メをたまに見るけど、なんかね、ラインナップが不思議。あ、そうなんだ。うん。いや、結構翻訳されて出てるんですけど、あの、ほら、子連れ狼とか当たり前にあるんですよ、アメリカとか。ああ、子連れ狼。だから、なんだろうな。子連れ狼が日本漫画としてすごく世界中に伝わってるんですよ。へえ、不思議。いや、だから、その、オリエンタルな、うんうん、異国文化として、うん、子連れ狼はすごく分かりやすいんですよ、多分、海外の人に。あの、侍が出てくるみたいな話で。そうそうそう。でも忍者出てこないじゃん、みたいなのあるんだけど。うんうんうん、あ、でも忍者っぽいのは出てくるな。出てくるね。うん。だその、なんだろう。例えば、謎本ブームって昔あったじゃん、90年代とかに。はいはい。エヴァンゲリオンの謎っていっぱい出たじゃん。はい、ありましたね。あれと同じ感覚って海外だと、子連れ狼の読み解き方とか、
ていう風な、なんだろう、副読本的なやつが出てるんですよ。ああ。だからその時代背景とか、文化とかって、今とは違うじゃん。現代じゃないじゃん。そうですね。はい。当時はこういうもんだったんですよ、みたいな。当時はこういうもんだったんですよ、みたいなのとかが出てて。お、海外だと割と子連れ狼、売れてるというか、数が出てますね。じゃあ日本の漫画といったら子連れ狼だったりするわけだ。アメリカは特にそうかなっていう気がする。それだから子連れ狼とアキラなんですよ。ああ、だから両極端だね。そうそうそう。でもどっちも現代日本ではもはやないんだけど。全然ないね。そう。そういうのが海外では出てるんだけど、だからそう極端になっちゃうんですよ、海外行くと。ああ、そうか。だから、うん、今の日本の、まあ、なんか生の日常装備みたいなものをやってる漫画はあんまり出てきてない。ないし、山ほど日本に漫画があるのの、じゃあどれをみんな選べばいい、見ればいい、いいっていうか、どれを楽しめるのかなってなったら、やっぱ雑誌、何かしら雑誌を手に取るっていうのがいいと思う。雑誌でおすすめは？俺はアフタヌーンだけど、それはもはや。俺はアフタヌーンとチャンピオンが好きだけど、それはね、もはや好みだからね。うん、まあ、好みでいいから、とりあえず3人 の好みの雑誌行ってきません？とりあえず猫ポチさんはアフタヌーンと、俺アフタヌーン、チャンピオン、コミックリュウ、イタンとか、なんかそこら辺。コミックリュウ、イタン、おぉ、すごいな。あの、アフタヌーンはいいですよね。あの、うん、ツイッター漫画語りでもアフタヌーン作品を本当にたくさん取り上げてて。やってます。あの、しかも毎回結構アフタヌーン作品の時は盛り上がっているので、うん、アフタヌーンはなんか、あの、外れない感じしますよね。あと、コミック一期とか好きですよ。コミック一期。もうなくなっちゃったんだっけ？一期はね、もうすぐなくなる。もうすぐなくなるんだっけ、はい、あと、なんだっけ、ビーム？ビームもマイナーというかなんか、ちょっと尖ってる先鋭的な作品が多い。変なのがいっぱい載ってて楽しいんだけど、うんうん、その辺は、あの、多分読むと、普通の漫画っていうか、その、ジャンプとかマガジンばっかり読んできた人にとっては、こんなのあるんだっていう、驚きがあっていいかな。そういうのが好きなら、多分そこからズブズブハマっていくだろうし、ちょっと違うなと思うんであれば、まあまた少し違うジャンルのものに行ってみるのもいいかなと思いますし。でも今挙げたのは大体ハードだよね。ハードですね。もうちょっとソフトな。優しさはない雑誌だよね。そうだね。優しさはないね。かなり、あの、なんだろうな。こう、ショックの大きい作品が大きい、多いかもね。うん。僕は、あげますか。はい、とりあえず、ご多分に漏れず、アフタヌーンをまず挙げの、押しましょうね。3人とも好きって珍しい。まあ、なんだろう。あの、懐広いから、なんか全部好きじゃなくても好みの作品常に何かある感じはしますよね。うん、アフタヌーンはね。アフタヌーンは。うん、いろんなのが載ってるから。そうそう。あの、いろんな作品があるから、なんか漫画が好きなら大抵1作2作は好きな作品見つかるだろうっていう感じの安心感ありますよね、アフタヌーンは。うん、そうですね。で、あと割と好みの作品多いのはコミックフラッパーとか。フラッパーね。あとは、まあ、少女漫画系統でいくと、花と夢、ラら、王道で、やっぱりここかなっていう。安定だっすね。安定。うん。なんか、あの、花、夢、ラらの何ですか？単純に恋愛だけじゃなくて、こう、ファンタジーであるとか、なんかこう、異世界であるとか、いろんな世界を繰り広げていく中で、こう、ぐっとつかむ、なんだろう、力量の高さ？はちょっとアネメララはあれですね、ターゲットの幅が広いんですよ、ね、うんうん、あの中学生から読めて上は大人まで読めるから、そのなんかそれは作品の幅にもいい意味ですごく影響してる、ね、うん、はいはい、あの2種なんで、なんか好きな作品が多くて、ちょうど花夢が今年40周年ですよね。はい、やってますね。周年で、あの、なんだっけ、あの、エンターブレインかなから出てる雑誌の漫画ミックスで特集なんかも組まれてたりしますし、まあ、面白い。あの、レジェンドって言って、はい、昔の、あの、名作のおまけがついたりとかして。やってましたね、はい、はい。うん、わーって思いながら。わーって思いながら、昔の絵だと思いながら。素敵。まあ僕が挙げるとすれば今この4冊、あと4コマは雑誌単位という作家
一人の作家さんが複数の雑誌に連載するの当たり前なんで4コマは。あ、そうだね。だ雑誌っていうよりも好きな作家さん見つける方が僕は4コマはいいかなと思います。で、はい、いろんな雑誌のその作家さんを追いかけていくっていう、一人あの好きな作家見つけるとそこから広がると思うんで4コマは。そうですよね、うん、とりあえず百瀬たまみを好きになれば読むものに事欠かなくなる気がするよね雑誌。でも今ももしか連載してなくないですか。もも以外に思いつかない。だからいやだからももは百瀬たまみのももじゃない、はい、でそこに他作家が乗るじゃん。ああそう、そこから広げていける。うん、そうそうそう、百瀬たまみを好きになれば4コマ系広がっていくなっていう感じ。ももからか。ももからか。4コマの中でもなんか不思議な偏り方してて、まあ好きですけど。あそこから滑るか感ありますけど、ね、僕はへちょえというか、いやでも優しい、優しいよ、ね、ももさ、もも、もも作家は。優しさでいくとホームとかあの辺は無難でいいと思いますよ、はじ、はい、め入るなら、うんうんうん、ホームとかタウンとかいわゆる各さ、はいはい、あの雑誌編集出版社の一番最初に出したやつですよね。うんうん、いや4コマだとさ OL 進化論の秋月リスさんが結構好き、結構好きとだいぶ好きなんで、はいはい、モーニングですね、はい、はい、でもモーニング以外でも、4コマ専門誌の方でもやるじゃん、はいはい、その OL 進化論以外に、はい、だからなんかね一人好きな作家がいれば4コマはすごい広がってくるんですよ、うん、そう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 です。4コマは本当に好きな作家見つけるとそこから広がると思います。そう、4コマ以外でも、でもそうだよね。とりあえず雑誌で、ほら、太郎さんも雑誌で追いかける習性が。なかったんですよね。だからやっぱその辺もあるんかなと思いますね。うん。俺ドラゴンボールリアルタイムだったからさ。ああ、そうか。雑誌でね。だから漫画は雑誌で追いかけると結構広がっていいですよという話ですね。でもね、週刊誌は多分大変。ますからね、うんうん、まあ、特にジャンプはね。ジャンプはでも使い潰しがひどいんで。そうですよね。うん。うん、なんか、月刊誌の方がだから追いやすいと思うよ。それは。どんな年代の人でも。はい。月刊誌ね。特に月刊誌。ですね。ほら、拡張誌って今減ってるじゃん。そうですね。ヤングアニマルとかぐらいしかパッと俺も出てこないから。あ、だから花嫁もそうか。月2回発行。はい。あと、イブニングとか、ああ、そこら辺か。はいはいはい。ああ、講談社、白戦社ね。うん。だから、朝昼夜は面白いよね。はいはいはい。モーニング。はい。アフタヌーンイブニング、はい。この3つは。あと、モーツーとかその辺の広がり方もありますし。うん、ああ、はいはい。あるし。だから割とメジャーどころだよね、でも、そこら辺は。そうですよね。あの、うん、というか、メディアミックスもかなり頻繁にされてる作品が載る雑誌なんで、大手3社4社4社かな今は。大手4社は結構探しやすいと思う、誰しも、はいはい、まあそうですね、そう、そうじゃないところだよね、フラッパーとか、うん、あの辺に触れる機会があるかどうかみたいなのはなかなか難しいところかもしれない。ヤングキングアワーズとか、うわミックバースとかね、極端な話、あの僕らが選ぶ作品読んでみたらって感じはありません？それもそうです。まあ、今まであの過去の作品フラッパーのも取り上げてるし、一期のも取り上げてるし、あとこれからビブリオでも出てくるでしょうし、うん、もっとなんか尖ってるよね、そっち行くと。あの、そういう意味で言うと、この企画をうまく使って新しい漫画と出会ってもらえるっていうのも一つ、あのすごくいい、なんだろうな、漫画の新しい出会い方になってくれるといいなとは思ってるんですけどね、うん、目標としてるところです、ね、目標としてるところです、はい、そしたらちょっと最後にこんな話して締めくくりたいと思うんですけど、あの、はい、さっきあの宇太郎さんと猫ポジさんは、まあ、他の人の声を割とこう頼りにしてる、参考にしたりするっていう話したじゃないですか、はい、うん、こういう紹介のされ方すると、まあなんか手に取りたくなるとかグッとくるみたいなのってあります？紹介のされ方、そうだな、愛を持って語ってほしいかな。そうですね、やっぱテンションが上がってる人のやつはおっと思いますね。
あの比較じゃなくて自分の言葉でどう思う、うん、これと比べて面白いからと言われてもっていう感がどうしてもあるんですよ。はい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 。それは別に漫画だけじゃなくてアニメーションとか映画とかでもそうなんだけど、好みでいいんで熱で話してほしいな、いいところを。そうですね。あとはなんかツイッターでつぶやくときとかは、その1巻出てたら1巻リンク貼ってみるとか、試し読みあったら試し読みリンクしてみるとかしてくれるといいなって思う。あの比較をするんでも、なんだろう、同系統っていうか、その同じ空気を持ってる作品群の中にこれがあって、多分この雰囲気の中が好きな人だったら好きじゃないかなみたいな。あ、そういう、だから評するときは比較してもいいと思う。比較評価じゃなければってことですよね。そう。比較評価はダメ、絶対ダメですよね。うん。うん。まあ、それはなんか自分が決めるというか、読んでから決めるのはなんか自分の中でこうかなと思ってるものがあるのかなっていう気がしますけどね。だから系列的に似ているっていう風な言い回しはいいんだけど、うん、上下をつけるような言い回しはしてほしくないんですよ。そうね。うん。そんな感じかな、俺は。あとはやっぱりその人が好きって言ったのとりあえずやっぱり読むようにするしてるんですよ。できればどういう人のやつも。で、それを読んでみると、その人がどういう系統が好きなのかっていうか、その人のその趣味の傾向が分かるんで、そういうのが似通ってる人をやっぱりその意見はどうしても聞きますよね。そのこの人の好きなやつと多分自分の好きなやつ被るからと思うような、その人が見つかれば一番いいかなと思いますけどね。たくさん読んでる人で。だからなんか複数おすすめしてもらえると、そのなんだろう、パースが取れるというか、この人こういう世界観の漫画が好きなんだなというのがこう分かって、それに自分が同調できるかどうかみたいな、あるいは違った楽しみ方が自分ができるかどうかみたいなところは、おすすめしてもらうときに、考えてますね。だから猫ポチさんにおすすめされるのすごい戸惑うんですよ。すごいいろんなのおすすめされる。そうだろうね。全然似てる感じじゃないから。あ、だからなんか、うん、大変だろうなって思うよ。だからTBLB さんはすごくあらしいって感じの作品をしてくれるんで、毎回。うん、わかる。まあなんつうか、語りやす、僕の好みかつ語りやすいってなると大体こうなるっていうのはあるんですけど、うん、やっぱり普通はって言い方あんまり良くないんだけど、うん、その人が推してくる作品はやっぱその人を映す鏡になってるから、うんうんうん、あ、この人やっぱりこういう感じのが好きでこういうのを求めてるんだろうなっていうのをやっぱり感じながら、その推してくる作品、あ、じゃあ読んでみようかなっていう、その、動機づけにもなるんですけど、猫ポチさんの場合はどれもやっぱ面白いんだけどすごく広いので。俺の鏡はバリンバリに砕けてるんだ。うん。いろんな角度を映してる。うん。いろんな光がの当たり方をしてるんでしょうね。してるんじゃないかなって気がする。だからなんかその猫星さんにこう聞いても聞いても、どういう風にしてその作品を選んでるのかっていうのがなかなか見えてこないのは、あ、なんかすごい、そのなんだろう、まあ、それもそういう人っていうことなんだろうなっていう、うん、思ってるんですけど。多色性漫画読みは いるよ、いるけど少ないよ。でもやっぱり読んでる人はすごい量読んでる人っていうのはいるので、そういう人に話を聞くと、どうやって選んでるのかっていうのがやっぱり、うん、どうしても好き嫌いで読む傾向が抜けない人にとってはなかなか理解はできないんだけど、でもそういう人が選ぶ作品っていろんな方向からなんだけどちゃんと面白い作品だったりするので、あとはその楽しみ方を教えてくれたりする人がだったりするので、そういういっぱい読む人になればなる人ほど、ここはこういう風に読むと面白いとか、こういうところがなんていうか注目すると面白いよっていう、その読み方のなんだろうな、教えてくれる人になってたりするので、そういう人の作品はなんというか手放しにとりあえず読んでみようかなという。だんだんこう人を知ってくると、あ、
あの人この系統漫画好きだよなっていうのも見えてくる。そうですよね。逆に読んだ時に、あ、これあの人が好きそうみたいな。あいつ好きそうだなっていうのはあるね、はい。そういうのもあっておすすめしてもらったりっていうのもあるでしょうしね。その、お前こういうの好きだろうって言って渡される。いやでも俺あんまりおすすめされたことはないし、おすすめされそうだな、あんまないな。俺がそこにあんまり。大体全部知ってるから。大体もう読んでるみたいなところは、確かに。求めてないから俺が。読んだことない。おすすめしてくれってあんま思わない。うん、読んだことないっていうことがあまりないね。大体触れてるねっていう。だからあの、ネコチさんのおかげでね、ツイッター漫画語りすごくね、幅の広い漫画が選べていいですよ。今後、いろんな漫画を選んでいきたいものだね。はい。あの、いろんな人に参加してもらうために。一人でやってたらね、絶対このね、ラインナップにはならないから、5年間で。あ、でも、ほら、リクエスト受け付けてるから、それは。あ、まあ、それもそうだけど。うん。まあ、でも、ネコチさんから押されたものも多かったしね。3年目多かったよね。多かった。うん、あの、配信してるあたり。その辺多かった。年は多かったよ、すごい。みんなも声を上げてって思ってた、俺は、あの子。また今月も俺が押したやつだ。困るって思って。僕は大体年1か、ね、今もガンガンおすすめ。年1か年2ぐらい。今年がだから多い。今年2で、ね、去年0なんで。あ、そっか。バランスを取ると年1か。そうです、はい。平均すると年1です。うん。はい。TBLB さん割合ももっと増えていいと思う、俺。うん、そう思いますね。年々にあっていいと思うんだけど、はい、まあ、あの、散らせばありですかね。散らさないと傾向はジャンル違っても傾向偏るみたいなことが起きるんで。ああ、似てるのを続けてやるのもほら、なるべくそういうのはって広げてるじゃん。そうなんですよね、うん、ジャンル違うのは多分出せると思うんですけど、結局僕が持ってくると傾向に似てくるだろうなって感じはします、ね、うん、ああ、まあ、そういうのも含めてね、いろんな作品という意味で。うん、そんなこと言ったら1年目は多かった、宇太郎さん持ち出しの方が最近ないっすよ。いや、それはしょうがないって、だって、俺が読めてる作品があんまりないし、あとその、なんだろうな、終わらないんだもん、俺がその、やりたい作品が。完結したらっていう芝居がどうしてもあるからね。途中でもいいんだったらいくつもあるんだけど、やっぱりまだ続いてるからというのもあって。うん、いつかビブリオで誰かが発表してくれたのやろうかみたいな展開があってもいいなと思うんですよね。そうですね。それはいいと思いますね。そうだね。来月というか、次フリー会だから、ね、はい。そうですね。いろんな作品が出てくるといいなと思いますよ。じゃあ、とりあえずちょっとまとめていくと、とりあえず結論としてみんなバラバラっていうのはまあ最初から分かってたことだけど、最初から分かってた、はい、ただなんか三者三様なりのやっぱ選び方があって、やっぱそれをベースにして探してんだなっていうのははっきりしてますよね。はい、でそれを例えばまあ数を求めるのに利用したり、自分の傾向に合うものを求めるのに利用したり、これ読まなきゃみたいないわゆる必読本を探すのに利用したりってことで、なんか自分なりの方法論があると。だからそれをまず持ちましょうっていうのが一つですよね。はい、でそれとどう並行しながら、なんか自分そのアンテナだけだと見つからないような作品をと出会うためのアンテナ持つともっと楽しいよねってことですよね。はい、そうですね。でその方法が例えば僕らのやってる漫画語り、ビブリオバトルであったり、あとはこう雑誌であるとか作家単位から横に広げていくっていう方法ですよね。はい、そう、レビューサイトをやってらっしゃる方とかすごくいっぱいいるし、まあ、こういう風 なんかラジオ形式だったりとかするのをニコ生でやってらっしゃる方もいるし、まあすごくいろんなところに媒体があるんで、この漫画がすごいから引っ張ってきても全然いいと思いますね。そうですね、うん、いろんなところでいろんな出会い方をすればいいと思う、はい、あとこういう好みに合うような紹介の仕方してくれる人を自分なりに見つけてもいいですよね。はい、うん、そうですね。猫持ちさんも言ってましたけど、面白い漫画は大体誰かが話題にするっていうのがあるので、話題になってる作品とりあえず読んでみる
ていうのはいいと思います。合う合わないは読んでみてから考えればいい話なので、そうやってこう広げていくと意外とあの面白い作品に出会えると思いますね。じゃあこんな感じで締めくくりで大丈夫でしょうかね。はい、じゃあ、はい、じゃあ宣伝告知を告知関係をしましょうね。はい、最後告知でございます。8月31日に迫りました第57回ツイッター漫画語りでございます。今月取り上げる作品は、これ今井哲也さんかな、はい、の僕らの夜明けです。僕らの夜明けは全2巻もうとっても短くて読みやすい作品になっております。今からでも余裕で読み切れます。全然読み切れます。すごく面白い作品。2巻の新刊が十ずりかかってないんでナイス。なかなかちょっと手に入れづらい感じにはなってるそうなんですが、ただあの Kindle 版があります。 Kindle 版がありますね。 Kindle で読んでいただけるのがまあいいかな。 あとはあんまりうちらはおすすめしてませんが、古本屋さんとかね、まあ、コミックレンタルとかね、2巻に関してはしょうがないと思うんで、満喫でもコミックレンタルでも中古でもしょうがないと思います、うん、あのいろんなとこにあの、はい、漫画読む方法はね日本にはいっぱいありますので、はい、読んでいただければと思います。8月31日日曜日の21時から24時、ツイッターのハッシュタグ漫画語りシャープ MANGAGATARI ですね、漫画語りで、3人でとりあえずは語り、皆さんに、参加してもらって、この僕らの夜明けについてですねいろいろ語り合って行くと楽しいかなと思いますんで、ぜひよろしくお願いしますということで、今回営業をガンガンかけてるあれで、すでに、まあ、10人ぐらい参加する雰囲気が高まっています。おお。夏に持ってきてもらった。はい、あと今井哲也先生ご本人も多分こっそり見てらっしゃると思います。おおすごい。この前のあの前語りもこっそり見ていたっていう話なんで、はい、こっそりどころかあの宣伝していただいたので、はい、あのツイートしていただいて本当にありがとうございました。本番もよろしくお願いしますということで、さあそしてその翌週が、はい、9月に入りまして、9月の7日日曜日の21時からはですね、ツイッター漫画語りの準備イベントとしてですね、ユースト前語り、ご覧のこのチャンネルでですね、来月取り扱う漫画作品について、まあ作品紹介ですね、なるべくネタバレを含まないように、あの漫画こういうところが面白いよ、こういうところに注目して読んでみてねっていうような、放送をやりますのでよろしくお願いします。その、ツイッター、漫画語りのユースト前語りが終わった後ですねの配信になりますけれども、22時10分頃から、第3回漫画でビブリオバトルですね、好きな漫画を持ち寄ってみんなでプレゼンしていこうというような、企画になっておりますので、ぜひ、ご覧ください。参加者も募集ガンガンしてますので、やっております、テーマはフリーですね。テーマフリーなんで、今自分が推したい漫画でもいいですし、ものすごい感動した漫画でもいいですし、もうとにかく何でもいいんですけど、ただ絶版本だけはちょっとすいませんって感じになっております。はい、お願いします。あるいはもう自分の作った漫画でもいいので、あのウェブとかで交換している人はそういうのの宣伝に使っていただいても、ウェブ漫画一斉を来てください。お願いします。よろしくお願いします。参加者、参加したいという方はですね、ツイッター漫画語りの、はい、ポータルサイトの方に、募集フォームを用意しておりますので、そちらの方にアクセスしてください。スカイプが、入ってれば大体大丈夫なはずです。大体大丈夫、最悪 iPhone からでも、 iPhone とかスマホからでもいけるんじゃないかっていう気はしている、はい、まだ誰もそれをチャレンジした人はいないけど、そうですね、まあ、果敢にチャレンジしていただける方はぜひそれでもあの大丈夫なので、9月の7日日曜日、お待ちしております。よろしくお願いします。告知終わり。あー終わりました。はい、終わりました。どうでしたどうでしたっていうか、まずいろいろごめんなさいですよね、お二人と配信の向こう側に聞いてくださってる人たちに。いや本当にね、まあ、配信、今回はテスト配信ということでですね、まあ、いろいろと、なんでしょうね、不手際はありましたけれども、これから、なるべくね、そういうことのないように、改善できるところは改善し、あれですか、スピーチで今後やっていく展望でいいんですか、はい、いいと思いますよ。楽しかったですか、
いや、楽しみました、すごく。はい、あ、俺たちは楽しかったけど、聞いてる人がどうかはまだわかんない。そうですね。その辺は、まあ、ツイッターとかに、おいおいで。そうですね。ツイッター、ハッシュタグつけて、感想とかつぶやいていただけると励みになりますので、よろしくお願いします、みたいな。おいおい、俺は個人的に聞くかもしれない。聞いてるだろう。聞いといてください。報告がその後来るかもわからないです。忌憚のない意見をくださいって感じですかね。大丈夫、忌憚のない意見をくれそうな人に直接聞きます。はい、はい、じゃあそんなところで大丈夫でしょうか。はい、はい、 OK です。はい、じゃあ1時間半ぐらいになっちゃいましたけど、途中中断もありまして、はい、ということで、お聞きくださった皆様ありがとうございます。また来週、再来週と続いていきますので、企画がぜひぜひお越しください。皆さんの参加、そしてみんなでワイワイ語れるの楽しみにしてますので、っていうことですね。はい、じゃあ今夜はどうもありがとうございました。またねー。バイバーイ。